さ、寄り道も済んだところで。あれは誰だ？まさかあんたでも知らないのか。いい列車だね。今彼女にこいつの話を聞いていたところだよ。ネットだ。はじめまして。お邪魔はしないよ。世界最高の交通機関について知りたいことがあればこの住所を訪ねるといい。エデンのかけら探しに戻らなきゃ。スターリックからロンドンを奪い返すんだろう。ターゲットは一体誰だ？今はその時じゃない。骨董品探しでロンドンに来たんじゃない。ダンサーになるならまずはダンスを覚えなさい。へえ、そうやって親父の代役をやるつもりか。必要でしょ。エビ、先駆者の秘宝を見つければテンプル騎士団の狙いもわかるよ。ジェイコブ、スターリックの仲間たちに関する情報を集めておいた。これだ。今やランベスで手に入る薬は鎮静シロップだけだ。テンプル騎士団の支部長の名前がついてる。医者に行きたいと思ってたんだ。その件はちょっと後回しね。じゃあ何をするって言うんだ？教えてくれよ。分かってるでしょ。エデンのかけらを探す。勝手に楽しんでくれ。俺はテンプル騎士を倒す。スターリックの鎮静シロップは最高の万能薬だ。スターリックの鎮静シロップはここだよ。この人はそのシロップばっかり飲んでるから空っぽで単細胞のバカになっちゃったのよ。冗談じゃない。おい、商売の邪魔をするな。さっさと消えないと痛い思いをすることになるぞ。偉そうに言ってんじゃないわよ、ドブネズミ。何の騒ぎだ。ああ消えろ。失礼します、マダム。シロップはどこで作られてるんだ？一日一回の配送のことしか知らん。場所はガスタンクと病院の間だ。できるな。よし、いいぞ。
行こう。お前はいい馬だな。シロップの元締めが鋳造所で剣闘クラブを運営してるのか。そこだな。シロップはどこで作られてるんだ。今すぐ言わないと。蒸留所だ。醸造所の横にある。さあ、怪しいシロップは二度と作れないようにしてやるか。海外にしておけ。